はい、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて、今日はね、タウンホール12のアタック1本見ていきたいんですが、本日のお題はネクボーですね。うちのクランでもね、赤サタナさん非常にね、この戦術タウンホール11で、得意にしていたんですけども、まあ、12になってね、なかなか編成が決まらなくてうまくいかない中、ついにね、やってくれましたんで、これを今日はねじっくりと見ていきたいというふうに思います。で、これね、前11の動画見てくれた人はわかると思うんですが、編成をしっかり決めたら、あとはもうそれをね、機械的に出していくだけっていう感じの、まあ、攻め方になっています。で、両サイドはネクロプラスボーラーで、きっちりカットしていきながら、まあ、壁の内側までえぐっていく形ですね。で、中心部に対してはペッカとボーラーで、あと、ウォールバスターでね、壁を開けながら中に入っていくんですけども、そのウォールバスターの中にもボーラーを入れて、で、中央のね、遠距離攻撃火力っていうのを上げながら、ジャンプの呪文を使ってどんどん、中心のユニットを前に進めていくと、まあ、いう格好ですね。で、この戦術のまあ特徴としては、すごくね、パターンさえ体に染み付いてしまえば、まあ、ある種出すだけでね、全開まで持っていけるっていう、まあ、そういう、比較的運用難易度が低いっていうのがありますね。で、もう一個は、まあ、どんな面からでも大体行きやすいっていうのはあります。まあ、特にこういう星3のね、全開対策陣なんかであっても、まあ、星2を取りたい場合はタウンホール側から、で、前回をね、狙えたよっていう場合には、まあ、イーグル砲側から、このね、ネクボを展開していけば、こんな形でね、前回まで、なんていうのかな、スムーズにというかね、持っていくことができる。時間をね、見てもらいたいんですけども、非常にね、短時間で前回まで行くんですよね。それがこの、まあ、戦術の特徴で、ユニットさえちゃんとやられないような、まあ、出し方、呪文の使い方、これができればね、時間はほとんど気にすることがない、まあ、そんなね、戦術になっております。で、ちょっとね、まあ、見てもらって分かる通り、1分30秒ですね。まあ、この戦術、ちょっとプランニングをお話ししていくと、こんな形になってますね。まずは、こちらとこちら、ここと、ここから、ネクロプラスの、ボーラー部隊っていうのを、ちょっと切れちゃいましたね。ボーラー部隊っていうのを、それぞれ展開していきます。ネクロもボーラーも4体ずつぐらいかな、出していくことによって、サイドカットをしながら、さらにね、最終盤まで、このネクロとボーラー部隊がずっと両脇の施設をカットし続けると。で、こちらですね、この面からは、ペッカを4体とウォールバスター、あと残ったヒーローや、ボーラーっていうのをね、ドドドドッとこう出して、で、一気にね、こっちを押し進めていきます。これがまあ主力ですね。で、呪文なんですけども、赤サタナさん、この辺でこう、ジャンプを使ってましたね。こういう風に。このね、二つ目のジャンプはうまくかからなかったっぽいですけど、ジャンプこの2個を使ってました。で、まあ、2個目のジャンプは理屈わかるんですけども、なんで1個目のジャンプはね、こんな、バスターがまだいるのに使うのっていうと、なるべくバスターを無傷じゃないな、壊さずに、中心部まで運びたいんですよ。まあ、要するに、ここのところですよね。ここまで。バースター運びたいんですね。なんでかっていうと、ボーラーが入っているからです。これ、ボーラーがね、手持ちでももう当然持っていってるんですけども、この中心部に入るまでに結構焼かれちゃうこと多いんですよね。まあ、特に今回みんなシングルインフェルノだったんで、まだ良かったんですけども、これが1本でもマルチがあったりすると、ボーラーが結構やられちゃいます。で、そうなった時に、中心部での火力っていうのを確保するために、ボーラーをウォールバスターに入れてるんですね。なんで、まあ、ウォールバスターはダメージの吸収、壁開けっていう、まあ、意味もちょっとあるんですけども、それよりも中央まで、無傷のボーラーを運び屋さんの効果がね、このネクボの戦術ではすごく、重要なポイントになってきます。なので、ジャンプを打って、ペッカを先行させる、ネクロマンサーのスケルトンを先行させる、まあ、そのためにこうジャンプを使ってるっていう風に理解してもらったら、いいんじゃないかなという風に思います。で、次、呪文、あとヒーリングですね。ここで打っていきましたね、ヒーリング。なんでここでヒーリング打つかっていうと、まあ、ギガテスラも発動するし、ダメージの集中砲火を食らっちゃうんで、まあ、ネクロだったりボーラーっていうのがどんどん打たれちゃって、ペッカだけになっちゃう
っていうことがあると、まあまあペッカーとはいえ、体力のあるペッカーとはいえね、防衛施設壊してくれる攻撃役がいなければ、まあ、自利品になってやられちゃいますんでね、そうならないようにボーラーたちを延命させるためのヒーリングを打ってるということですね。で、まあレイジは同じようなとこかな、こことあとこの辺かな、2個ぐらいこういう風に1、2と、まあ、いう風にね、ユニットがこう進むところを先読みしながらどんどんね呪文を使っていく、まあ、これがねすごい重要です。常に呪文の枠の中に、ユニットがいるという状況を作る、まあ、これがねあのアクアサタナさんのネクボの、運用をしていく上での、すごい重要なポイントになってきますんで、まあ、このあたりはね、もう一回おさらいしながら、攻め方を、見てもらえたらいいかなというふうに思いますので、どうぞ、もう一回流していきたいと思います。まずは、両サイドから、ネクロとボーラー部隊ですね、入っていきます。で、これはね、ペッカ4体を前進させながら、後ろからバスター出していきますね。これはやっぱりバスターをなるべく中心まで運びたいっていう意思の表れでしょうかね。で、その後ちょっと両脇のユニットを少し見えにくくなるかもしれませんが、拡大すると、ジャンプとヒーリングをこう重ねて打っていってますね。さらにレイジも重ねて、とにかく中央の、火力の高いところを一気に突破しようという格好ですね。で、多分このジャンプはちょっとミスっちゃったかなっていう格好なんですが、まあまあ最終区画の一歩手前までね、これだけのユニットをたくさんいっぱい残して、突入できてますんで、まあまあ、前回までねいけるかなっていうのがこの辺でも見えてきますよね。で、中心部が先行すればするだけ、防衛施設も壊してくれるし、あと、ターゲットも集めてくれるので、両サイドのネクロとボーラーも行きやすくなりますよね。まあ、そういうことによって、右も左もっていうかな、上も下も、両方ともネクロがね、しっかり生き残りながら、カットをしてくれて、で中央の、ヒーロー部隊、最後、もうヒーローだけになっちゃいましたけども、こいつらに合流して、前回まで持っていくと、まあ、いう格好ですね。まあ、お見事です。今回のこの配置、そんなにね、まあ、手の込んだ配置ではないんですけども、まあ、ちょっと、どうしようかな、攻め方が決まんないな、なんていう場合には、このね、ネクボっていう戦術、ぜひね、今映っているこの編成をよく、覚えておいて、この編成のまま使ってもらっていいと思います。かなりね、赤サタナさんが練り込んでくれた編成ですんでね。で、この編成で、あとは呪文の使い場所っていうのをしっかり、体に染み込まして、使っていけばね、まあ、配置が甘いところだったら、まあ、だいぶいけるんじゃないですかね。前回までかなりの角度で持っていけると思いますので、まあ、まあ、甘い配置で攻め方悩んだ場合なんかは、一つね、選択肢として、こういうね、ネクボっていうのもちょっと噛みすぎかな。ごめんなさい。一つね、選択肢として、このネクボっていうね、戦術もレパートリーに加えながら、プランニングしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに、思います。はい、というところでね、ちょっと最後カミカミになりましたが、本日はこの辺りで、失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。